シャルル・マリルネ・ル・コント・ドリールは、フランスの高等派の詩人、また劇作家。聖だけのル・コント・ドリールが、ペンネームである。西南インド洋、ブルボン島のサンポールに生まれた。ブルターニュ出身の父とラングドック出身の母とは、そこで農園を経営していた。4歳から14歳まで何度に学んで、島に戻り、ボルテール、ルソー、ラマルティーヌ、ユーゴーなどを読み、 視野随筆を試みた。また、インドや、東南アジアに遊んだ。7月大世紀の1837年、レンヌ大学に入って、法学を学び、傍ら文学に親しんだ。1841年、法律のバカロレア資格を得た。1846年、シャルル・フーリエの空想的社会主義に共鳴して、パリに移り、ドーハのデモクラシー・パシフィックが身を呼び、 ファランジュ氏の編集委員として、詩や短編を発表し、ユートピアを求めつつ、古代の神話、芸術への関心を深めた。1848年の2月革命の時には、植民地の奴隷廃止運動の先頭に立ったものの、革命でなった第二共和制が1852年ナポレオン三世の第二帝政へ反動化したのを機に、政治と絶縁し、翻訳などの内職をしながら、 パリで文筆に専念した。1852年、34歳の時の古代詩集では、詩は詩の世界に閉じこもるべきと宣言し、ギリシア神話の神々を歌った。修正、感情のトロを廃止、客観的な描写に徹する詩風であった。1862年、遺跡詩集を出した頃から、カチュールマンです。シュリプリュドム、フランソワコペ ジョゼ・マリア・ド・エレディアラが、ド・リールの、土曜、サロンに集まり始め、1866年、彼らの第一次、現代高等詩集が発刊された。第三共和制の1872年に、上院図書館の司書となり、生活が安定した。翌年因文悲劇、復讐の女神たちがオデオン座で上演された。1883年、レジオンド・ヌール勲章に等を受けた。 1884年、悲劇衆にアカデミー・フランセーズ賞が与えられた。1885年に、用に、1886年にアカデミー・フランセーズの会員に選ばれた。1894年7月17日、滞在していたイブリーヌ県、ボアザン村の知人の別荘で、肺炎のため救世した。パリロックのサンシュルピス教会に葬儀を取り行い、 モンパルナス墓地に葬った。文行の音楽家に次などがある。ドリールの文行の日本語訳は一部の詩に限られている。なお、上記の歌曲を収録した、例えば、法歌曲集などの CD 類の解説冊子に原詩と訳史とが記載されている。ありがとうございます。